ありがとうございます。情勢調査ってものが行われてるんですって。これおそらく電話で調査したりとか対面で調査するってやつですよね。共同さんサンプルいくつですか。サンプル数今回、はい、各地のすいません、全体のサンプル数についてはちょっと全体じゃなくていいです。それぞれの選挙区で多分似たようなサンプル数でずっと全国取ってますよね。どれぐらい、1000ぐらい。少なくとも1000はあると思うんです。すいません、今ちょっと具体的な数字わかりました、ありがとうございます。まあ大体1000取ってりゃまあぼちぼちわかるかなと。そこからサンプル数が増えていくごとにより精緻なものになっていくっていうような話なんですね。で、皆さんの電話とかにも何かかかってきたりしません？情勢調査みたいな、何党に入れますかみたいな話、まあその話をされてるんです。で、今共同さんですよね。共同通信さんの情勢調査によると令和新選組の議席増えるってことですけど、申し訳ないんですけど令和新選組の議席数を当てられる人なんていないんですよ。申し訳ない。これまであの幅、0から3とか、もうそれ言ってないのと一緒じゃないですか。それ0から6とか言ってないのと一緒ですよ。そんなの大雑把すぎんねんって話なんです。でね、どうして私たちの票が読みづらいかって言ったら、バックに統一教会とかいないからですよ。バックに創価学会とかいないからですよ。バックにさまざまな団体がいないから票読みなんてできないんですね。つまりは何かというと、この国が変わればいいなって、そういう思いを持ってくれてる一人一人が動いてくださって、私たち令和新選組が今国会議員8人という状態になってっていうふうに広がりがあるんですよ。後ろに何もいない、何かしら基礎不要と言えるものがない上で戦っている、そういう中での話です。で、ちなみにどれぐらい増えるって言ってるんですか。共同の調査からではどれぐらい増えるように話になってますかね。今衆議院議員3人だったんですね。そこからどれぐらい増えるような予測になってるんですか。幅があって申し訳ないんですけれども、言ってくださいぜひ。はい、2から3、まあ、あの倍増の可能性があるというライン。あのね、倍増つっても3から6ですから、これじゃ足りないんです。衆議院参議院あって、私参議院なんです。で、参議院は6年任期があるから、どちらかというと雰囲気はまだ穏やかなんです。でも私みたいなものに対してはものすごい、攻撃はされるんですけど、参議院はまだ貴族院ですから、もともとなんか上品なんです。衆議院はヤクザなんです。むちゃくちゃ潰しに来るんですよ。で、3人いる国会議員ももう常に潰される危機にあるんです。常に懲罰だったりとか。でも令和新選組みたいに空気読まずに何でもやりますと、徹底的にやりますと、人数少ないから結局徹底的にやってもすぐに排除されちゃうんだけれど、はっきり言って目障りなんですよ。本気で反対してるっていう勢力が少数、その人たちが例えばですよ、この法案絶対まずいって言った時に、たとえ少数でも牛歩してたとしたら、最後まで抵抗できる手段も使わないの他の人たちっていうことになっちゃうわけですね。だからどっちかって言ったら自民党とかでも嫌われてるけど野党からも嫌われるわけですよ。余計なことするなと、茶番がバレるだろうと。ある意味で3人でできる幅っていうのはもう限界まで来てます。これが倍になるっていうんだったら、例えばですけれども予算委員会っていうところに、総理入りでテレビが入る、ある意味で多くの方々に対して電波を使って、1% の視聴率で100万人ぐらいの方々が見れることになりますから、そういった意味で倍増することは、悪いことではない。でもはっきり言ったら倍増では足りない。2桁いかしてください。2桁あったらかなりややこしい存在になります。2桁あれば他の政党も私たち無視できなくなる。今だったら潰すってことしか考えてないけど、2桁いったら潰せなくなる。そのために何ができるかってことなんですけれども、ピンクの投票用紙、いわゆる比例ですね、比例、全国から令和って書いていただけるんです。あなたの一票をいただけるのは非常にありがたいけれども、これをぜひ横に広げていただきたい。一つでも多く令和とピンクの投票用紙に書いてくださると、国会の中のある意味での、炭鉱のカナリア、やばいことが行われているってことに対して皆さんにお知らせする者たちの数が増える。さらにこの数が増えることによって、徹底的に与野党の馴れ合いを許さない、その中身をばらすってことを、やれる人数が増えるってことなんです。ぜひご協力いただきたいという気持ちです。倍増という方に対してどう思うかってことなんですけど、どうも思わない、それじゃ足りない、さらにこれを広げていくという努力をしていくだけ、そういうことでした。ありがとうございます。共同さん、令和新選組代表山本太郎、現在マスコミの方々の囲み取材を受けております。じゃあ どちらか、あ、いいですか、先に譲ってあげて、優しい。あ、すいません、週刊文春の木曽と申します。2点あります。
1点目は、改めてちょっとご体調についてお伺いしたく思います。まあ、一部ネットでは、まあ、不必要だと思うんですけれども、毒盛られたんじゃないかというような声も聞こえてあります。そういったところの、まあ、思いであったり打ち止めであったり、もしありましたら、お聞かせ願えると、大変ありがたく思います。2点目は、日本保守党が、議席を伸ばしてくるというような情勢調査がございます。この点に関しまして山本代表はどういったお考え、日本保守党をライバル視のようなものをされているのかというところも受け止めなどございましたらお聞かせ願いたく思います。以上2点よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まず体調のことですね。私選挙初日って党代表が第一声みたいなことをやるところにマスコミの方がいっぱい来てくださるんですよ。で新宿で予定してたんです。で前の日にご飯食べて、で家帰って、そしたら何か痒いなと思い出したんです。そしたら体に発疹が出てきてて、まあ大丈夫だろうと、気のせいにしとこうと思ってこのまま寝ようかなとか思ったら、とんでもない範囲に広がっていっちゃって、でまあいろいろ調べたら救急病院どこ空いてるかなってことで自分で運転して行ったんですよね。でまあ注射1本打ってもらったら多分何とかなるだろうと思ったんですけど、申し訳ないんですけど入院した方がいいと思いますって言われちゃったんですよ。はい、アナフィラキシーですね。アナフィラキシーっていうことになりました。で何が反応したのか、自分の中にあるアレルゲンの何に反応したのかってことまでは特定できない状態なんです。逆に言ったら免疫が下がってるっていうか、自分の体力が低下してる時にそういうようなものと、つながりやすいということらしいんです。はい、そんなことで、第一声飛ばすことになっちゃったんですね。で第一声飛ばすっていうことを夜中の2時とか3時とかにですね、秘書とやり取りしてる時に、これは飛ばす理由をちゃんと言わなきゃ、今日は見たいネトフリがあるので朝遅くなるのでちょっと朝間に合いませんとか、そんなんじゃない、無理じゃないですか、逃げ切れないというか、何か、第一声を飛ばす理由が必要になるってことを考えた時に、もうこれ正直に言うしかないなと思って、それで、入院しましたってことです。で入院はとりあえずですね24時間は様子見なきゃいけないってことを言われていて、少なくとも昼まではいといてくれって言われたんですよね。はい、なので、第一声には間に合わずってことになっちゃった。もういつからの疲れが出たのかって言われたらもう分かりません。もう10年以上疲れてるから、それ考えたらいつの疲れか分からないから何とも言いようがないです。はい、で体調大丈夫ですかってことですけれども、やっぱり、そのようなこと、要は体力の低下、免疫の低下しているときにそういうものとつながりやすくなって、逆に、免疫の爆走みたいな感じでアナフィラキシーになっちゃうことも今後ちょっと見とかなきゃいけないなってことですね。はい、で、日本保守党ってところに対してどう考えますかってことですけど、どうも考えません。現状今の日本国内においての政治家で保守なんて死んでますよ。そんなもの存在しない、保身です、保身。その保守党と言われるところがどういう考えを持ってるのかってことは私は詳しくは知りません。はい、でいろんな新勢力っていうものは選挙のために出てくるわけだから、そこに対して一喜一憂とか何かしら、自分の考え方が変わったりとか何かしら奪われたりってことは、そんなことしません。自分のやるべきこと、そこに邁進するだけなので、新しい勢力が出てくるっていうのは毎回のこと、それ以降その人たちがどういう動きをするかってことによって国会の中に影響を与えることはあるかもしれないが、今私たちができることは何かっていうことですけど、まあ、それは国会の外でも中でも同じです。自分たちのやるべきことをやるだけ。はい、ライバルは自分自身です。はい、ありがとうございます。